こんにちは、ライムです。今回はモンスト6周年カウントダウン30連以上確定アゲインガチャいきたいと思います。これね、まあクロちゃんの石、ランダムで石、運が良ければいっぱい石がもらえるっていうキャンペーンやってたけど、今回はガチャですね。最低でも30連引けて、僕が最大でも見たの90連まで見たけど、100連とかあんのかな。90連までしか見たことないけど、まだね。はい。でこれがですね、誰でも最後の10連は限定キャラが1体確定と、まあこのバナーに映ってるようなね、フェスゲームも何かしら1体出るというところで、まあめちゃくちゃ熱いよね。はい。ということで早速いきたいと思います。これあれかな、ホーム画面のここ、これ受け取る、きた、これだね、揚げ玉。いや緊張するな。でもこれあれだよね、どんなに運が悪くても最低でも30連だし、最低でも30連いけるし、フェスゲン1体確定っていうところが夢しかないすごいよね。まあでもモンストってあれだもんね、ガチャに天井とかないけど、こういうところでなんか結局天井なくても許されてる感があるよね。結構石の配布とか、まあ、無料ガチャが多いので、このキャラなんだろうあ、ティーチだね。右下のはティーチ。もう一回、はいはいはい、ガリレオか、ガリレオだ。これいいね、持ってなかったガリレオ。ガリレオなんだこれ。進化前ってちょっと分かりにくい。はい、20連目突入。あ、こういう演出なんだね、こういう演出なんだ。3回目がドキドキってやつかな。でも10連で今星52体は幸先がいいですね。幸先がとてもいい。さあ止まってくれ、止まれよ、止まれ。おお、いいねいいねいいね、いいぞ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 。わあ、これあれじゃん、オークリヌスじゃない、これオークリヌスじゃない、これはいいぞ、これオークリヌスだ。あ、そうだよね、これは強い。よし、30連目。あ、もうあれだな、これ30連で終わったとしても結構もうすでに割と満足感がある。これで終わっても悔いはないですね。悔いっていうか、まあ悔いはない。これで、あ、もう一回いける、やった、いける。そう、どういう演出かわかんないけど、最後の10連でフェスゲンが1体出るみたいなので、どのタイミングで出るのかな。1個混じって出るんだったらフェスゲンが出た時点で終わりっていう感じかもしんないし、まあなんとも言えないけど、どんな感じの演出なんだろう。でもとりあえず40連目いけたね。おおお、なんだなんだ。あ、ガネーシャかな、確かこれガネーシャかな。いいね、ここまでかなりいいぞ。あ、もう一回いける、すごい。50連目突入。 OKOK、 いいぞ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 。いやこれいけるんじゃないか。90連、100連まであんのかな。100連までなんとなくありそうだけどね、キリのいい。あ、アリスじゃん。お、ハーレーに。どうだ？あ、終わった。あ、限定多分これアリスだね。で、この子、ブレーメンかな？ブレーメンだ。ブレーメン。ブレーメン強いよね。ブレーメン。進化の方か。進化の方結構、近畿の極でもね、使えたりするんで、ブレーメン結構助かってる。なるほど。アリスだね。まあ、50連で、この引きかなり良かったんじゃないかなって、思います。まあ、アリスは僕今1体しか持ってなかったけど、まあ2体とか複数体持っててもね、アリスめっちゃ強いからね、まあ困ることはないし、全然使うと思うんで、まあこれはこれで全然良かったと思います。まあ欲を言えば持ってないキャラ、持ってない限定キャラ欲しかった感じはあるけど、まあここまで星5めっちゃ出たんで、お、獲得キャラこんな感じで出るんだ。はい。上から、星5以上がハーレー、これハーレーだよね。ハレックス、どっちだこれ。わかんねえ。タップできない。ハレックス。目の色が違うから、これハレックスか。ハーレックスだね。ハレックスにアリス。それからブレーメン。
ガネーシャ。これ誰、これ曹操だっけ、赤い人。これ曹操だから。重心化待ちだよね。で、大国主が当たりで、で、ティーチ、それからガリレオ。だね。かなりいいんじゃないかな。結果、星5以上は1、2、3、4、5、6、7、8?8 体だ。50連で8体。無料で。無料で50連引けた星5以上8体って、すごいいいと思う。これ、なかなかモンスト僕もガチャ運ないけど、今回めちゃめちゃガチャ運良かった気がする。はい。まあ皆さんはどんな感じでしたかね。まあ僕はまあこんな感じでしたけど、まあ参考になったら幸いですと言ったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。面白かった、参考になったぜって方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。